マイラブリーお嬢様。全員、あそくん。あの、高貴で、可愛らしくて、抱きしめたくなるようなお姿、あれが、あれこそが我々の目指すもの。ん？あ、うん。おはよう、サクヤ。今日も相変わらずね。話があるから、ちょっとこちらにいらっしゃい。よい、メイリン、後を頼むわ。そう、さ、何の余興かしら？私の許可なくこんなに集めて。しかも、珍しい顔がちらほらいるし、宇宙人に、不死者、天人まで来てるのね。はい、お嬢様への贈り物のつもりで、今まで黙っていましたが、今夜、私たちはクリスマスを。ん？ああ、そう、そういうことね。さすがよ、昨夜、察しがいいのね。すでにクリスマスパーティーの客を用意してたとは、見事よ。クリスマスパーティー、ですか？あら、違うの？しかし、お嬢様は今まで、クリスマスを嫌っていたはずでは？嫌いよ。聖なる夜、なんてフレーズは。でも、その中身まではよく知らなかったのよ。だから、パチェに色々と教えてもらったんだけど。なかなか面白そうじゃないの。次の日に目を覚ましたら、プレゼントが置いてある、なんて、特にね。楽しく騒ぐには、もってこいの話だと思わない？どうして今年になってそのような。ん、それがね、ほら、フラン、早く出ていらっしゃい。妹様。あ、あのね、昨夜、そのあなたが言い出したことよ。自分の口から伝えなさいな。マリサから聞いたの。クリスマスはみんなと楽しく過ごすものだって。それでね、私もそうしたいなって思ったの。だから昨夜、今日はパーティーを開いてほしいというわけよ。この子が自分からこんなことを言うなんて珍しいからさ、私も嬉しくてね。ぜひ望み通りにしてあげたいの。どうせなら盛大に楽しくね。どう昨夜、お願いできるかしら？お願い、だなんて。お嬢様。お嬢様は、ただオーダーしてくだされば良いのです。実行せよと、服従せよと、ひざまずいて足を舐めよと。昨夜はそのためにいるのですから。昨夜、落ち着こう。昨夜さん、準備、整いました。いつでも出撃できます。お嬢様、ちょっと失礼を。大体メイド長？私を、その名で呼ぶな。今の私は、ただのメイド長です。今夜はこれからパーティーを開きますので、全員出席し、楽しむように。以上。おや？話が違うじゃないか。どういうことかな？メイド長殿。そうよ。いたずらして、お仕置きされる話はどうなるのよ。いや、それは君だけだ。言った通りです。作戦は中止。さあ、レッツパーリー。もし邪魔をするのであれば、うぞうむぞうの区別なく、私のナイフが許しません。一木一草ことごとく、私の敵を赤色に染め上げます。豚のような悲鳴を上げ、藁のように死ぬのです。ねえ、あの一人ヘルシング、止めなくていいの？全員、卵用意。そこのバカに全弾叩き込め。え、ちょっと、やめてそれ。とっても匂うから、やめましょう。ね、悪かったから。あ、なんか、状況がまずくなってない？すまない。イラッときて、後先のこと考えてなかった。とはいえ、ここで黙って引き下がるというのも、難しいかな。さすがにそれは面白くないだろう？みんなも、そしてもちろん、私もが、
ふ。まさか、あなたたちが、最初の目的を果たそうと団結する、なんてね。きっとあなたたちは、人間のような化け物で、私は、化け物のような人間なのでしょう。何を意味不明なこと言ってんだ。反省がないぞ反省が。待って、やるなら私にやりなさいよ。黙れよ変人。そこまでよ。あんたは、アリス。アリスマーがとろいぞ。みんな、名刺の争いは終わりよ。いえ、私が、終わらせに来たわ。どうして君が、君だって、メンバーの一員だろう？それが今さら現れて。え、あれ？今さら？あれ？呼んだはずよ。ね、ごめんなさい。呼ぶの、忘れてました。いないことにすら、気づかなかったわ。アリスさん、なんか、かわいそう。